さあ、今シーズンのリーグ戦ホームゲームのハーフタイムではサンフレッチェ広島のクラブの歴史を築き上げてこられましたレジェンドの OB をゲストにお迎えしてお話を伺っております。まずはこちらの VTR をご覧ください。ですけども、広島でいうのはすごく楽しみにしてたんですよ。なぜかというと、自分たち
さあ、本日は前半が終わっています。前半ご覧になっていかがでしたか？まあ、もちろん最初はね、お互い少し硬かったと思いますけども、ですけどもお互いに相手のファウルからチャンスを作り出したですから、すごくいいゲームになってますし、特にお互いやっぱり攻撃力がありますので、攻めた時にはディフェンスが間に合わない時間が手元に出てますので、ここはまた楽しみかな、後半も楽しみかなと思います。見どころも少し後半について伺いましたが、さあ、いろんな話を伺っております。今振り返って風間さんにとってサンフレッチェ広島とはどんな存在ですか？やはり僕をドイツから返してくれた地域でもありますし、やっぱりそういう意味で最初僕は清水に生まれたんですけども、やはり遠かったんですけども、本当に僕が日本の中の第二の基礎になった、そして今でもその思いは変わらない、素晴らしく温かく、そしていつでも我々のことを迎え入れているところからというふうに改めて感じて、本当にここに今感謝しています。本当に皆さんありがとうございます。そして映像でご覧の皆さんにメッセージお願いします。皆さんからはもっともっとゲームが発生すると思いますので、精一杯応援しましょう。接種などガイドラインにのっとって出演をよろしくお願いします。